皆さんこんにちは、ジェイソン・ルグブルだ。ヒロイナ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイタータウンハウスのおもちゃの続きになります。前回の動画でタウンハウスおもちゃ屋からケーキショップに組み替えました。個人的には屋外テラスとケーキ屋のプライベートルームがとても良かったです。はい、今回の動画ではケーキショップからフラワーハウスに組み替えます。はい、これまでの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではケーキショップからフラワーショップへ組み替えます。
完成、フラワーショップです。おお、このフラワーショップめちゃくちゃボックス型になっていて僕は好きです。おもちゃ屋からケーキショップとフラワーショップに組み替えれるのがめちゃくちゃ面白いです。はい、そしてこちらの男の子のミニフィグなんですけど、ご覧ください。ローラースケートをつけています。おもちゃ屋とケーキショップのプライベートルームにあった列車の車輪が今回はこの男の子のローラースケートになってます。これ面白いな。はい、そして屋根の上に鳥が2羽います。この鳥なんですけど、使ってるパーツ自体少ないんですけど結構よく作られてます。はい、ではこちらのフラワーショップを見ましょう。全体はこのようになってます。はい、ではフラワーショップを近くで見ましょう。まずこちらが玄関になってます。玄関には花がいっぱい並べられていて、看板もフラワーになっています。ケーキショップやおもちゃ屋もこういうのがありました。看板はこのようになってます。内部はどのようになってるのかというと、はい、フラワーショップの内部はこのようになってます。内装に関してはおもちゃ屋とケーキショップに若干似てるんですけど、家具とかに関しては全く違います。で、このフラワーショップなんですけど、ガラス張りになっています。フラワーショップにエゴクリエイターエキスパートがあります。これはそうですね、飾りだと思います。そして僕がこのフラワーショップで一番感動したのはこの屋根の部分です。なんとこの屋根、天窓になってます。いや、これを天窓にするのがもう素晴らしい。このレゴクリエイターの中でこのフラワーショップが一番アイデアがありますね。これ本当にすごい。天窓から店を覗くとこんな感じです。これは今後の設計製図のプレゼンの模型で、これは使えますね。はい、レゴクリエイタータウンハウスのおもちゃ屋のフラワーショップはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタータウンハウスおもちゃ屋のフラワーショップを組み立ててレビューしていました。今回のフラワーショップなんですけど、かなりアイデアがあってとても良かったです。まずフラワーショップ自体がボックス型でコンパクトになっているのと、あとはこのフラワーショップの外装と内装も良かったです。で、僕がこのフラワーショップで一番感動したのはここの天窓部分です。このレゴクリエイター作った人本当にすごいですね。もしかしてこれ作った人実は建築家の人だったりして、いやー、どうだろうはい、今回の動画でレゴクリエイタータウンハウスのおもちゃの3つの作品を組み立てました。その中で僕が一番好きだったのはこちらのフラワーショップです。長方形のボックス型になっていて、内装やガラス張りが良くて、天窓が再現されているのがすごく良かったです。で、あともう一個ノミネートするのであれば、タウンハウスのおもちゃのロケットライドです。あれ何気に結構好きです。はいレゴクリエイターの建物枠は完成度が非常に高いんですけど、このタウンハウスのおもちゃも完成度が高くてとても良かったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ